この村にはね、こうやってココナッツがいっぱいあるんですが、この若いココナッツはね、まあ飲み水として使えるけど、今俺らが探しているのはね、これです。このため、これは中にこうやってね、この時実が入ってるんですよ。これすげえスナックとしても美味しいし、超万能なんですよね、このやつ。なんか水の時、これがココナッツとして使える。ナイスワン。Yeah, we got again. Nice. Now for one more. Now we have six. Yeah. So one day we are safe. Nice. Este tibe. Ah. うずらと普通の卵の中間ぐらいの大きさですね。ミノリタケースですね。さあ、あとは最低限の食料を積んだらいよいよ出発です。マーチ最高だったね。ブエノファミリア。ナイスメモリー。パドレ、むっちゃ違っちゃう。いや。そう、アスタープロント。アスタープロント。むっちゃ違っちゃう。オッケー。Muchas gracias. Gracias. Arigato. Arigato. Dankeschön. Dankeschön. Muchas gracias.2匹のカメがね、今ね、いますね。ペットとして飼いますけど、ちっちゃいやつはペットで、これはいずれ食べます。ペットだけど非常食。そしてこれはプエルトイスランディアで新調した小型イカダです。昼の時はね、
まあ、3人でイカダに乗ってても重たいだけなんで、三河が乗って遊んでいたりしたんですけども、イカダを停泊した後はね、こう周りの偵察などにすごい便利なんで散策とかするときに使ってたんですけども、特に壁沿いにはね、イグアナが日向ぼっこしたりするんですよ。まあ、それをだからまあ食料として捕まえようとね、結構イグアナ半島にも出てたんですけども、まあね、取れた試しは一回もないですね。イグアナ泳ぐのめちゃめちゃ早いんですよね。いやもう悔しいけど彼らには完敗でした。ちなみにこいつは捕まえてしばらく飼っていたヘビ、これツリースネークの多分一種だと思いますね。超絶可愛いよね。はい、ヘビ吉くんともお別れです。可愛いから逃がしてあげないと。あれだ、とまあこんな感じで3人の旅が再スタートしたんですけども、ドイツ人のミカオがビザの関係でもうそろそろ帰らなくちゃいけないっていうことで、まあ、彼とはその後もう一軒ぐらいね、村寄ったりとかのんびりね川下りを楽しんでいたんですけども、さすがにそろそろ高速船拾わないとやばいなってことで、その町を行き来しているねローカルの高速船を探していたんですけども、まあ思いのほかね見つからないというか、結構ギリギリになっちゃったんですよね。で彼も焦ってて、ちょっとそのバタバタしていてね、映像は撮れていないんですけども、まあ、こんな感じでね、あの小型のその偵察用のイカダで川の上でヒッチハイクするってわけじゃないんですけども、川を登っている高速船を見つけたら近づいてってこの止めるっていうスタンスでやってて、なんとかまあ止めることができ、無事に高速船に乗れて帰ることができました。でその時彼はイカダをそのまま川に乗り捨てていったので、僕がね泳いでね回収しに行ったんですけども、まあこんな感じでね、ミカオとはね本当イカダを出発させてから10日間ぐらいですかね、出会いと別れがあるというか、いろいろ波乱万丈なね、本当ドラマがありましたけども、彼との旅はね思いのほかあっさりと幕を閉じてしまったわけなんですけども、ここからはね僕とマーシー2人の旅がまた始まります。とりあえずね僕ら2人は最初の目的地であるね大きな町のコンタマラをこれから目指していくんですけども、これからもまたねいろいろな下手者食文化なども登場しますので、お楽しみに。